通会、エブリデイ、通会、エブリデイ、通会。エブリデイは、関西テレビで生放送していた、関西ローカルの情報番組である。この項目では前身である、やる気タイム10についても衝実。1993年春、桂部加古、子、現、桂南光と、小福亭松葉が司会を務めた、生活情報番組、やる気タイム10が、 全身で、こちらの番組人気不振に伴うリニューアルの形で10月4日より、通開。エブリデイして解体し放送開始。番組当初は、やる気タイム10から続けて、南光と松葉、そして関西テレビアナウンサーの関淳子を加えた計3名が、番組の司会を務めていた。家庭の主婦を主なターゲットとしており、社会問題、日常生活、 流行アイテムなど様々なジャンルの情報を取り扱う。放送開始から長らくモノラル放送であったが、2008年1月7日、放送分からステレオ放送に変更された。また、これと同時に、オープニングテーマとタイトルロゴ、スタジオのセットが新しいものにそれぞれリニューアルされた。番組最高視聴率は2001年1月8日の回の16.2%で、 特に変わったゲストや企画を用意していたわけではなく、休日であったことなどから、在宅率が高かったことが理由でたまたま、高視聴率だったと会の難航は、進行分析していた。2004年10月より火曜と金曜に実施していた、生中継を廃止するなど、企画を大幅に変更。2008年1月のリニューアルでは前曜日を通して、ニュースコーナーを新設。芸能ニュース、 特に、ゴシップといったジャンルの話題は扱ってこなかったが、これを機に、わずかであるが取り扱うようになった。その後、本音を通して、大阪らしい情報や娯楽を提供してきたが、その使命を全うしたという理由で、2008年6月27日で番組が終了し、14年9ヶ月の歴史に幕を閉じた。放送回数は3707回。発掘。 あるある大辞典 E の絶造問題で大きなダメージを受けた関西テレビの制作費削減と後継番組が視聴者と心でつながる番組を作退という同局側の意向も一つの理由とされている。後継番組はご機嫌ライフスタイルを挑ん。ニュース、芸能を扱わず街角の話題やライフスタイルなどをテーマにした VTR とスジオトークを展開している。 進行は、藤本恵子、関西テレビアナウンサーが担当しており、レギュラーパーソナリティとして、窓か博史を起用している。1995年1月17日早朝に、近畿地方を襲った阪神、淡路大震災の際には、発生翌日の1月18日から2月2日までの3週間、通常の企画を休止して、震災関連一色の内容に特化した。 危機の報道より安心のための生活情報を震災企画のコンセプトに掲げ、ファックスや電話などから収集した生活情報やビデオレターによる安否情報などを放送するなど、被災者への最新情報を最大限に伝えた。また、司会の桂南光が震災で壊滅的被害を受けた神戸市の被災地を訪れ、被災者へインタビューする企画も随時組まれた。なお、 震災発生から3日後の1月19日の午後2時から、通会エブリデイ阪神大震災緊急特番を放送した。また、毎年8月頃には、エブリ寄せが放送され、主に漫才、コント、落語、大喜利が行われる。これは、事前収録のため、この時に難航、席などが夏休みを取っている。難攻いく、大喜利の司会は、大変らしく、メンバーが、 司会者の言うことを聞かないのだとか、カツラ、スズメマツ、カツラさえ、カツラジャ,ジャ以外は、月曜日の男が喋りで、どこが悪いねん、のレギュラー出演者である。番組終了後も、大木町寄せと会談して、企画は継続している。表記はすべて、JST とする。月曜日金曜午前9時55分11時10分、他、 2008年1月7日からスタートした月から木曜日の投資企画。新聞の記事から政治、社会、芸能など気になるニュースセブン項目をピックアップし、何校と曜日レギュラー、ゲストが議論するというもの。ナレーションは月から水曜は岸面、木曜は豊田康夫が担当。2008年1月11日から毎週金曜日の前半に放送されるニュース。 今日の七人の芸能、スポーツバージョン。一週間の芸能界、スポーツ界のニュースを振り返る。進行は、ジャドマレーン。前進は、桂春長、月亭八方等が出演した、ワイドショー風、男の井戸短会に、月曜に行われる企画。通常は、ゲストも含めて、男性出演者のみで、一週間のニュースを振り返る。その合間に小話を織り込んだり、 出演者のキャラクターに合わせて話を振ったり、犯罪ネタは、中田ボタンなど、何個を曰く、大喜り状態で繰り広げられる。これは、エブリヨセの大喜りでもられる。席は、オープニングとエンディングしか出演しないが、女性に関係する問題を取り上げる時などに限って、参加することもある。同曜日のみ全編制放送。平日午前中の生放送にもかかわらず、このコーナーに限っては、 下ネタや出演者自身、身内、知人等の暴露話が比較的多く、午前中の放送番組としては、やや過激なトークが繰り広げられるのが特徴。月曜が仕事の休みとなる、中年男性やサラリーマンからの人気が高く、特に出張で訪れたサラリーマンが、宿泊先でたまたま視聴し、あまりの面白さにファンになってしまう、大阪出張の度に、 超するファンもいるという話が番組内でたびたび紹介される。エブリデイ終了後もこのコーナーのみは残してほしいという意見があった。朝日放送ラジオ、誠のサイキック青年団にて、竹内義和のコメント。2011年11月3日に南座で行われる南港の歓暦記念落語会にて復活。また2013年1月5日。 10時から1時間番組、正月から男が喋りで、どこが悪いねん、の特番として復活。火曜に行われる企画として2007年10月2日からスタート、男が喋りで、どこが悪いねん、のおねえバージョンとされる。水曜に行われる企画、芸能人が日本各地を訪れ、温泉やグルメなどをたしなむというもの。かつては、 火曜に行われた名物企画、わがままきままぶらり旅としてリニューアルとなる。木曜に行われる企画、一般市民たちが社会に対し抱いている疑問や怒りの声を、この曜日を使い調査し、相談に乗る。視聴者たちから送られてくる怒りの声は、国、地方自治体、社会保健庁、郵便局などの公に対しての声、架空請求詐欺や、 その他詐欺行為など、一部の悪徳業者が行っている、犯罪まがいの小行為に対しての声が多い。コメンテーターを務めるゲスト出演者が2名、弁護士が1名いずれも、週替わりでスタジオに登場し、彼らが視聴者たちの相談役となる。この曜日で、怒りのスペシャリストとして、レポーターを務める中井正幸は、ゴミの不法投棄、自転車の路上放置、 行動での路上駐車などが行われている現場へと、赴くことがある。番組の放送中も、ファックスを通じ、視聴者たちから、怒りの声を募集している。紹介された怒りの声に対し送られてきた、反響ファックス、私も似たようなことがあった、などは、番組の終了直前に読み上げられる。ちなみに、怒りの声が採用された視聴者を、怒り主と呼ぶ。この企画で、 一般市民たちの意識と役所に勤める公務員たちとの意識の異が明らかになることが多く、司会の難航も毎週役所はそんなところですとコメントするという状態である。あとに読売テレビ制作部の水曜スーパーサプライズ2009年12月までは木曜の原点となった。タイトルの由来はかつて毎日放送で放送されていた猛烈、4, 教室から 金曜に行われる企画、かつて火曜に行われていた企画。芸能人が日本各地を訪れ、温泉やグルメなどをたしなむというもの。ハイヒール桃子とその夫、子供たちがゲストで出演することが多く、実質準レギュラーという状態になっていた。そして番組のオープニングと後半に、関西各地から中継するコーナーを内包。夫婦漫才の勝み、さゆり。 あるある探検隊でブレイクする前のレギュラー、後に M-1 グランプリを受賞するブラックマヨネーズらがこの曜日の中継レポーターを担当していた。かつて水曜に行われていた企画。毎回一つのテーマをもとに特集を組む。年末にはその他の曜日も巻き込み、アカンデミー大賞が開催される。かつて金曜に行われていた企画。家庭の主婦のため、 暮らしに役立つ情報を毎週この日に紹介していた。関西各地の商店街や、百貨店、スーパーからの中継コーナーも内包し、むぐるまななやマイク中たらが担当していた。2004年10月から2007年3月まで火曜日に行われていた企画。レポーターとしてビッキーズも出演。2004年10月から2007年12月まで金曜に行われていた企画。 大阪市北区にある架空の一膳飯やコント一定を舞台に行われる番組のレギュラー出演者が客として来店するゲスト出演者が好みとする食材を調達し和食洋食中華の3人の手首調香師、料理人が考案したメニューの中から一つを選んでスタジオで理された2007年4月3日から2007年9月26日まで 火曜日に行われていた企画。患者にエイトの丸山隆兵とお笑いコンビのノンスタイル、天心を新レギュラーに迎えて送る。2007年3月末までの火曜の企画、難航、ピーコの気になるのコンセプトはそのまま残し、教育、お金、医療問題など世間で気になる情報を送る。また、丸山隆兵が昭和時代の懐かしいものを紹介する VTR コーナーもある。 難航、ピーコ時代から続いている後半コーナーの、エバラケージの処方箋は継続される。また、エバラケが生出演する場合は前編、心の処方箋スペシャルとして放送される。また、辛口、ピーコのファッションチェックも、不定期で実施する。この番組自体を舞台にした、テレビドラマが、番組内で制作、放送されたことがある。 番組宛に何者かからの脅迫状が届き、その犯人を何個をはじめとする番組レギュラー陣が突き止めていくというストーリーで進行する。実際にレギュラー出演者陣が自身の役を演じた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。